バケットシートとは、バケツ型の座席という意味で、左右のヘリを高め、尻や肩を深く包むことで、体の固定機能を高めた形状のものを指す。座面が平面で構成される、ベンチシートと対比される用語である。自動車では、乗員の操作性や安全性を向上させるため、鉄道車両や旅客機の上級クラスでは快適性と、プライバシー確保のため、 通勤電車のようなロングシートでは着席位置の明確化のためというように使用目的により形状や機能が異なる。バケットシートの一例運転席の腰掛けとしてのバケットシートの起源は、下位一用のレース車両に使用されたものがはじめとされ、過大な横、G 等により運転姿勢を崩さないために様々な思考が取り入れられる。第二次世界大戦中ドイツ国防軍及び 武装新衛隊で用いられたキューベルワーゲンにおいては、不正地を走るために乗員を保持しつつ、戦闘の際の素早い下車展開の妨げになる、シートベルトを着用せずに済むように、バケットシートが採用された。また、キューベルバーゲンはもともと、キューベルジッツバーゲンと呼ばれていたが、クーベルシッツという語は、英語のバクットシートに直訳できる。座席の高速性は、一般には、 ホールド性と呼ばれ変化し続ける横 G に対して運転者が自分の体の位置を保持しやすいかどうかを表す。これを高めるためバケットシートは肩、脇腹、腰、ももの体側を覆うようにすることで運転者自身が踏ん張らなくても運転操作を行えるように設計されている。ホールド性を高めていくと座ったまま伸びをするなど 運転操作以外のあらゆる行動が制限され、乗降性も悪化するなど、乗用車としての機能性は低下してしまうため、行動用のバケットシートは、それらをいかにバランスさせるかという点で様々な種類のものが作られている。また、運転姿勢の保持以外に、骨盤や背骨の角度を適正化し、神経痛を防ぐ役割や、適切なシートベルトとの組み合わせで、 衝突時の安全性を確保する役割もある。自動車メーカー純正品より強力にサポートする設計のバケットシートが市販されている。従来は閉鎖された道路で使われる競技用途であったが一般行動でも使える製品も販売されている。日本でも車検の規制緩和で車検対応品であれば純正品以外でも車検が取れるようになった。そのため自動車愛好家が 普段使用する車に取り付けている姿も見られる。一般車ではベンチシートより装着率が高くほとんどの車両で採用されている。スポーツモデルの市販車では純正装備、またレカロ車など大きく製造業者のロゴが表示された状態で装着される場合もある。競技用車両では高いホールド製のものに交換されていることが多い。バケットシートは 以下の二つに分類される。背もたれが固定式のフルバケットシート。ホールド性が高いレース志向。通常のシートに慣れた人が初めて座ると、ほとんどの人が動けないというほどであり、スカートを履いての乗降は推奨されない。腰骨の大きさや尻周りの寸法以下では、全く着座できない場合もある。構造が簡単なため、軽量に作ることができる。 フルバケット略される。背もたれが稼働するリクライニングシートタイプのセミバケットシート。ホールド性はフルバケットシートより劣るが汎用性は高く、ほとんどの場合はこの形のシートが純正装着される。社外品でもシートフレームの作り自体は純正品と同じため全体の重さもあまり変わらないものが多い。明示的にセミバケットシートと呼ぶ場合は社外品を示し、 セミバケとも略される。社外品に交換する場合、フルバケットシートの方が運転中のホールド性は高いが利便性等からセミバケットシートを選択する場合が多い。特にスポーツカーで多い3ドアの車両では後部座席の乗り降り等にも関わってくるために助手席側のみセミバケットシートであったりもする。バケットシートの材質は炭素繊維もしくは ガラス繊維を使用した FRP が主で特徴としては4点式、5点式の競技用シートベルトを通す穴が開いているものが多い構造は一体成形されたシートにスポンジやポリウレタンが接着される競技用車両用等にはドライバーの体を型取りし成形したものや重量軽減のために一部クッション材のないタイプも存在するバケットシートを含め純正装着シートは 各車種専用のものが自動車メーカーによって設計され、設置されるが、アフターパーツとして供給されるシートは、汎用品として設計され、車種別に設計された、シートレールという台座で車両に取り付けられる。そのため、アフターパーツメーカーが供給する部品は、カラーバリエーションを含むシートの形状、車種別シートレールとなる。仮に、車種別に全てのバリエーションを供給するとすると、 上記の式の足し算の部分が掛け算となり準備する点数が増える。2010バンクーバーパラリンピック脊髄損傷などの可視障害のある人がスキーを行う場合、バケットシートで下半身を固定して格好する。この場合、バケットシートとショック吸収機構、スキー板まで含めてチェアスキーと呼ぶ。スキー板1枚を使用するモノスキーにおいて上級者では、 時速 100km に達する。通勤型車両でのバケットシート前述の運転席以外にも助手席や後部座席にもバケットシートが採用されている。鉄道車両や航空機、客船の特別席に使われる一人掛けの腰掛けのうち着座部を往生にしたものをバケットシートと呼ぶことがある。このタイプの座席は平板上の通常のリクライニングシートと比べて 腰の座りが安定する、リクライニング機能で背もたれを倒した時の前方をずり、落ちを防止できる、ついたてとして機能することで隣に着席する他者との接触が避けられる、といった利点を持ち、特別席としての差別化を演出するのに役立つ。また、通勤系車両などの鉄道車両の座席配分で、車両の窓側にのみ平行に長い腰掛けを設ける、ロングシートでは、 座席定員の遵守を目的として、背面、座面に、個々人のスペースが明示するための区切りを設ける、方式を指す場合がある。これについては、鉄道車両の座席を参照されたい。ありがとうございます。